皆様こんにちは。本日は第2回日本作曲家協会オリソンマーケット&セミナーにお越しいただきありがとうございます。本日の講演は第1部に作曲家協会員の作曲した未発表作品を生バンドの演奏に合わせて発表させていただきます。また本日はレコード会社各社のプロデューサーをお招きしておりますので、楽曲の発表後この場でアドバイスをいただきます。第2部はレコード会社各社のプロデューサーの方々を交えて未来の作家たちのためのセミナーを開催いたします。本日司会を務めさせていただきます日本作曲家協会社会福祉委員会大村祐樹です。よろしくお願いします。まずはじめに公益社団法人日本作曲家協会徳久浩二会長よりご挨拶です。はい、おはようございます。皆様、今回第2回のオリソンマーケットを、開催することができました。本当にありがたいことだと思っています。とにかく今年は1月1日からとんでもないことが起きましたね。もう皆さん方も本当にこうびっくりしたようなことがありましたけども、まあ、そこに対しては僕らはどういうことができるんだろうなということを考えて、そうだ、やっぱり自分たちができるのは歌で皆さん方を元気づけたり勇気づけたりすることしかできないんじゃないかということで、早速ですね、我々協会のメンバー会員の皆さん方に、そういう、ことをお伝えして義援金を募りました。でその義援金が集まった義援金を持ってただ渡すだけじゃなくて、せっかくだからっていうんで、うちには今日の、社会福祉委員長の土方優さんが北陸富山の方なんで、代表として、土方優さんにその義援金を持って行っていただくということと、それだけじゃつまんないというんで、うちには芸人が2人います。岡千明というのと杉本雅人という、この2人を連れてで向こうでコンサートというかライブをやるということで、お客さんたちに喜んでいただこうというそういう企画が、持ち上がりまして、3月の24日ですか、3月の24日に、それを実行いたします。とにかく、我々にできることはとにかく歌を届けるという、今日のこのオリソンマーケットも去年、前会長の源哲也氏の時に、立ち上げた企画なんで、今年2回目ができたことをね、まあ、喜んでおりますけども、1回目の時には、まあ、いわゆるこう試行錯誤しながらなかなか僕らも我々もうまくね いかなかったところがあったんで、今回第2回はそういうところを反省しながら、実行していきたいなと。で、まあ、とにかく未発表の曲ということですよね。だから皆さん会員の皆さんはせっかくいい歌を作ってもなかなか発表する場所がない、持っていく場所がない、ね、なかなか売り込むって言ってもそう簡単にはいかないということで、やっぱり作曲家協会ができることは、ね、こういう形でできることが一番会員の皆さんに喜んでいただけるんじゃないかと。で今回も50名の作家の方がなんか応募して、で15名ですか、だからの皆さん方、それも一つね、一番協会しかできないことっていうのは生のバンドですよ。まあ、うちには岡井亮さんというね会員の皆がいますんで、岡井さんのバンドでこれも生でやるっていうのはなかなかもう難しいことだし、貴重な体験だと思うんで、その辺も楽しみながら、とにかくまあ協会がまあ第2回の大会をやるんで、今日いい意味でいい結果を出してもらいたいなと。でやっぱ3回目が実行できるようなね結果が出ることを祈っております。とにかく今日は最後まで、長丁場になりますが最後までよろしくお願いします。続きまして、日本作曲家協会社会福祉委員会土方優委員長よりご挨拶です。例えば会長がおっしゃったように、何も言うことはございません。楽しみなんです。今日は50名の方が応募して、いただいたんですが、15名の方が、個性的であったということで選ばさせていただきました。会長がおっしゃったように、まだまだたくさんの、作家の方たちが、北は北海道、南は九州、たくさんの方がいらっしゃいます。なかなか東京に出てこれません。そんな方の中にきっと優れた人たちがいたんじゃないかと、いるんじゃないかと。まあ私ももう50数年前はもう富山にいましたからね、
ある先輩の、作家の先生に言われました。肘川君、君東京にいるのって言われたんです。あれ、俺昭和45年にデビューしたんだけども、もう20年も経ってるのに先生のことは知らないんだなって、そう思ったんです。でもそれは富山にいても北海道にいても東京にいても、作る側の我々の心の中にはその地方の原風景、または家族愛、そういった中から歌を作っていくものなんです。叙情なんですね。ですからどこにいようが我々は音楽を作れるわけです。でも大事なのは作詞、言葉が通じてこその歌になります。表現力が豊かな方たち、そんな方が東京にはわんさという、でも地方にもいらっしゃる。それが一つに合体になって一つの音楽作りが形成されていくんじゃないかと、そう思います。今日は一曲でも、もし、前にいらっしゃる方、本当にいつも怖いんです、この方たちね、いつも頭下げてるんです。はい、下げるばっかりなんですけども、きっといい、報告ができるやもしれません。どうぞ、楽しみにしていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。また本日は日本作曲家協会理事長水森秀夫先生、理事の先生方にも会場にお越しいただいております。続きまして本日のコメンテーターの皆様をご紹介させていただきます。株式会社 JVC ケンウッド、ビクターエンターテインメント、制作3部ディレクター伊藤武雄さん。キングレコード株式会社レーベルクリエイティブ本部、第一制作部第一制作グループグループ長渡辺陽介さん。株式会社定築エンターテインメント、定築レコード制作本部、定築レコード制作 A&R 部部長小松久江さん。日本クラウン株式会社 CW 制作宣伝本部、 CW 制作部プロデューサー高塚真人さん。以上4社のレコード会社の皆様です。本日はよろしくお願いいたします。そして本日全楽曲の演奏は日本作曲家協会社会福祉委員会岡弘先生とオリソン6の皆さんです。では早速作品の発表に移ってまいります。エントリーナンバー1番、作詞作曲青山浩平、タイトル I am サラリーマン、歌唱は青山浩平さんです。よろしくお願いします。朝の中足早に帰宅する人たち、変わらない自分がここにいる。 I am salaryman, I am salaryman, 人は人などと言って
わけないよね。普通のサラリーマン。ありがとうございました。楽曲についての好評をビクターエンターテインメント伊藤武雄さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。聞かせていただきました。僕もサラリーマンなので、いろいろと思うところというか、共感性のすごい共感できる部分が多かったなと思いまして、なんかそういった意味でも、なんでしょう、ターゲットというか、打つべきところが見えている曲かなと思いました。でね、この歌詞 の哀愁漂う感じありながら、曲自体はそこまで暗くならずっていうところもとても良かったなと、あまりこう しっとりしすぎずというところは良かったかなと思うんですけども、なんか強いて言えばその中でこう曲の中でちょっとより切なくなるポイントっていうのを一つなんか作れたら、よりグッとくる楽曲になるのかなと思ったりしました。はい、ありがとうございました。続きましてエントリーナンバー2番、作曲改め聖子、作詞改め大輔、タイトル開運かっけらです。歌唱はこうきさんです。よろしくお願いします。かっけら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 、玉のこし玉のこし、神風が吹く。夜が明ける日が昇る、天啓の鐘鐘が鳴る。運勢は山あり谷あり地獄あり、この言葉でご開運ご案内申し上げそうろう。踊り狂えば祈り叫べば天空の恩情、いつまでも悪名神も悪運も払い立て祭る。皆々様のご開運、皆々様のご開運、ソロ。ありがとうございました。作曲者の改め聖子さん、ステージ中央へお願いいたします。では楽曲の好評をキングレコード渡辺陽介さん、よろしくお願いします。はい、改め聖子さん、開運かっけら、本当に、歌ありセリフありラップあり盛りだくさんの内容で、もうインパクト抜群ですね。本当に感動しました。素晴らしいなと思いました。インパクトとパワーあるけども、もしかしたら全部通して聞けばちょっとトゥーマッチかなっていう印象ももしかしたらあるかもしれないですね。今日は作曲協会 の, そのオリソンマーケットってことなので、こういったインパクトのね、やっぱりそのアクセントの効いた言葉に対してすごくそのいいメロディーがついてるんではないかなというふうに思います。やっぱりその言葉を生かすそのメロディー作りというのはすごくいい効果をもたらしてるんじゃないかなと思うんですが、歌のメロディー、歌の部分に関してだけ言いますとですね、A、B、C っていう展開があるんですけども、ちょっとね、ずっとその同じ調子で勢いよくパンチの効いた、アクセル全開のがずっと続いて、これはこれでいいんですけども、例えばその B メロね、中間部分でちょっとこう力を抜いた形 の, メロディーっていうようなことで、よりそのメリハリが生まれる形でのパターンっていうのもまたさらに聞いてみたいなというふうに思いました。ね、いずれにしてもすごくセリフの部分とラップの部分、こうきさんもね、素晴らしい歌唱で本当に楽しく聴かせていただきました。どうもありがとうございました。エントリーナンバー3番、作曲作詞伊藤誠、タイトル魔法です。歌唱は伊藤誠さんです。よろしくお願いいたします。
あなたの視線が夜に矢のように僕の心を射抜いてゆく。途端に僕は動けなくなる。指の先まで全て高鳴り抑え込んで落ち着きかき集めてみるけど、あなたの前では僕はただの少年に戻る。もう動けない、目をそらせない、今にも胸が張り裂けそうで何も聞こえない、何も話せない、まるで魔法にかかったみたいに。ありがとうございました。では楽曲についての公表、株式会社定築エンターテインメント小松久江さん、よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。とてもこう可愛らしいというかテンポのある曲で、まあ本当アイドルが歌いそうな歌だなと思って聴いておりました。嫌いじゃないです、本当にアイドル世代の私にとりましては。で、前半の展開がすごくいい感じなんですね。ただ後半のですね、その仕掛けがこう来そうかなって思うとまだ、こう来そうかなと思うとまだっていう、その自分が聴いてたり歌ったりするところで自分は盛り上がってるけれどもなかなか曲がこうもどかしいっていう印象が非常にありまして、そこがこう後半整理できたらすっきりとして、自分のそのこう盛り上がりとか歌い手さんとか聴いてる側にももうちょっと、届きやすくなるんじゃないかなっていうふうに、そういうふうにシンプルに思いました。ありがとうございました。続きましてエントリーナンバー4番、作曲太田勝一郎、作詞細野園、そして歌唱は浅利さんでございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。作曲者の太田勝一郎さん、ステージ中央へお願いいたします。よろしくお願いします。では楽曲についての公表、日本クラウン高塚真紀人さん、よろしくお願いいたします。まず大変非常に一番いいなと思いましたのはこの、ね、作品というよりも
これ聞いて思うのは、その太田さんの中にものすごくエネルギーがあるなと思った。とっても、こういうのってやっぱり自分の中にこう見た感じで大変優しそうなんだけどもね、すごくこうグワッとこうもそういうね、エネルギーを持ってないと書けないような曲でしたよね。だから、あ、それすごくいいなと思いました。で、ちょっとこのね、詩はね、詩の世界っていうのは少しムードとかセンスとかこうちょっといたずら感みたいなもので聞かせるようなところもあるので、そのもしかしたらこれはこういう作品だけども、もっとその何でしょう、思いの強い作品なんかを書いていただいても非常に実力を発揮される方なのかなということで、非常に実力のある方なんじゃないかなというふうに思ってちょっと興味を持って聞きました。続きまして、エントリーナンバー5番、作曲大村雄貴、作詞シンガー、タイトル愛化粧です。歌唱は坂本美里さんです。よろしくお願いします。心燃やして色を焼き、重ねた思い刻み込む、行き着く音と走る筆、輝く明日を描こうか、真っ赤な地獄描こうか、私の心に君をくれ、私の指君とくれ、命命命という名の愛化粧。ありがとうございました。作曲者の大村雄貴さん、ステージ中央へお願いいたします。では楽曲についての好評、ビクターエンターテインメント伊藤武雄さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。聞かせていただきました。この曲はあれですね、視線という、はい、ふうに、書いてありますけども、本当に詩の、内容がですね、本当にグッと入ってくるようなメロディーで、少しこう情念みたいなものと、強さみたいなところがそれぞれしっかり伝わってくるような、メロディーになってるなと思いました。とっても、素晴らしいなと思いました。どこか演歌歌謡曲と少しこうちょっと今の J-POP みたいなところの融合みたいなところも感じましたので、とても素敵だなと思いました。ありがとうございます。続きまして、エントリーナンバー6番、作曲作詞岸田妙子、タイトル笑ってさよならです。歌唱は岸田妙子さんです。よろしくお願いします。この手紙読んだ私を探さないで、声に出せば涙溢れるから、初めから二人の見る夢違ってた。旅をするあなたはまるで漂流者、ああ流れる時間、ああ熱い思い出、
涙と共に抱きしめて抱きしめて胸に Goodbye Goodbye ありがとう笑って笑ってさよならを Goodbye Goodbye ありがとうさあ旅立ちの時なのありがとうございました。では楽曲についての公表をキングレコード株式会社渡辺陽介さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。やはりその詩と曲同じ人がやられている場合っていうのはどうしてもその言葉とメロディーが本能的にこう一致してるからやっぱりすごくこう心地よくましてそのご自身で歌われてるこの歌に関してですね本当にこう嘘のないというかねちょっと他の言葉でうまく表現できないですけどもね。でプラスすごくこれ A メロ B メロそしてサビっていうね構成がしっかりしててやはりその物語をしっかりと描けてるんじゃないかなというふうに思いますしね。やっぱりサビの前でその B メロの終わりでぐっと盛り上げて気持ちよくグッバイグッバイっていうやっぱりその歌のねやっぱコンセプトの中心になる言葉を発せられて全体的によくまとまった完成度の高い歌だったかと思います。A メロの割とその冒頭一拍半溜めてからこう入るっていうのねこれ岸田さんはうまくその歌えるかもしれないけど他の第三者が歌ったらちょっと難しいかも分かりませんけどね、まあ、その辺の懸念点はありますけどもとてもいい歌を聴かせていただきましてありがとうございました。続きましてエントリー7番作詞作曲桜井すずめタイトル惚れてますです。歌唱は桜井すずめさんです。よろしくお願いします。味を尋ねてもそっけない言葉足らずな男に惚れた自分を嘆いたこともあるでもね一度抱かれたら離れられない絡め合う体を溶かし尽くすほどやめますか行きますかあなた次第の女です。ありがとうございました。では楽曲についての公表を定築エンターテインメント小松久恵さんよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。作詞作曲歌非常にこうドラマチックにできていてメロディーが非常にドラマチックにできておりました。でその分詞がドラマチックじゃないなっていうふうに私はちょっと感じましてもうちょっと詞をドラマチックにしたらいいかなと思いました。であと後半の、まあ、この命燃やしましょうからなんですけどその後のその16部の畳そこはやっぱりもうちょっと整理してシンプルにあんま畳まない方がいいのかもしれないなとこういうメロディーだとこう気持ちを込めて歌いたくなったりそういうのを聴きたくなったりとかするのでそのあたりはじっくりこうしたようなメロディーの方がいいのかなというふうに思いました。本当にいいメロディー聞かせていただいたと思います。お疲れ様でした。